ひたすらに一枚一枚から強い愛情を感じました、うん、見てる世界が美しいですね。なんとこれが最初に描いた絵なの。え、最初？これが最初に描いた絵なの。これすごいですよ。誰に手ほどき受けたわけじゃない。色彩が素晴らしいですね、うん、息子の健一が絵に家に残してた完成した絵の絵の具を剥がして描いた絵なんです。勝手に勝手にそれ息子さん大丈夫だったんですか。いやもうすごく怒って、俺の絵にナンバスっとかってすごく怒ったらしいんですよ。それそうですよ。この絵を描いてる時は結構おしゃべりしてて、描いてる間に昔のことをすごく思い出して、家族が通りかかるとここは何々でねとか言いながら描くんですよ。楽しかったみたいで、うん、もうずっとおしゃべりしたり歌を歌ったりしながら描いてました。いやーだからそういう気分がやっぱり伝わりますよね。楽しそうな感じします。実はあのシスコのアトリエは4畳半でとても狭いので、縦にしたり横にしたりして描くんですね。だからこの逆になってる時はこうひっくり返して描いてるっていうことなんですね、うん、この中にねシスコさんがいるんだけど、どうだろう探してみてください。難しいな。どうやって見極めたんですか。実は裏書きがあって、うん、眉毛がつながってるのがシスコって書いてあったんです。すごいなんかユニークな方ですよ。ユニークお茶目なんです。お茶目。そう、眉毛がつながってる。お茶目で可愛いですね。乙女心を感じます。私シスコさんの演技あら、はい、めでたい、はいね、これはミアの結婚式。え、ミアさんのですか。はい、私の結婚式のもう思い出というか、当時のことを描いているってことですね。これはもう結婚式があった翌年にこの絵を完成させました、うんはい、見た時すごい嬉しかったんじゃないですか。はい、もうびっくりしました。そっくりじゃない。そっくり。実はこの後ろにいる人たちもちゃんとあの私のお友達とか親戚とかいとことかをこうちゃんと描き分けている、はい、あの着物とか洋服もそのまま描き分けてるんですね。ミアさんから見たシスコおばあちゃんはどのような方だったんですか。はい、まあ、孫から見てもなんかいつも陽気で、まあ、太陽みたいな人でしたね。いや素敵、はい、本当にあのお茶目な人で、まあ、いつもあの外で絵を描いてたりすると子供たちがこう集まってくるんですね。大きな絵を立てかけて描いているので子供たちがなんだなんだってやってくるって見てるんですね。なんかもう今でいうあの公開制作みたいなのを団地でやってたっていうことなんですけど、認知症になってから絵を描き続けてたっていうのがすごく印象的で、気持ちがすごく熱いものがあったんだな、熱い人だったなってやっぱり思いますね。多くの人がみんなその親しみを持ってね接してくれるとか、まあ、熱い心とかそういうものが全てやっぱり絵の中に出てますよね。だからそれがやっぱり私たちにも思いというのが全部伝わってきますよ、ね、ありがとうございます、うん、すごく愛情を感じます。愛情感じます、ね、嬉しいです。いいの、私もおばあちゃんが結婚式とかしたら絵描いてくれたらいいな。描いてくれますよ。描いてくれます思いますもん。羨ましいですよね。はい、私の弟の肖像画なんですけれども、うんうん、はい、1999年にシスコはお正月に家族の肖像画みんな全員描くから好きな花を言いなさいと、はい、で弟はその時に咲いあの家で咲いてた水仙で、僕は水仙でっていうことで、その時に趣味でずっとギター弾いてたんですね、家の中で。でその姿を描きたいというのでポーズを取らされてこのギターがすごく珍しかったのか面白いっていうんで、ずっとこう立ってモデルになってこれを一生懸命描いたんですけど、なぜか一体化してる、体とギターが一体化してるというそこがすごい面白い。でそして弟はね、あんなに見たけどやっぱりこうなっちゃうんだねっていう。これ、はい、お父さんね。そうですね、これは健一だから、これも1999年で同じ肖像画シリーズなんですけど、で父はその時咲いてた椿を選んだってことですね、
ってこれは飼い猫のみーちゃん、でみーとけんいち、ね、猫が先なんですよ、猫が先みーとけんいち、そう、もうみーちゃんみーちゃんの時だったんですね。椿の色が目の色になってて、なんか椿を見て目の中にね描いてるみたいな目になってて、お父さんのこのセーターもこの、ね、そうですね、グリーンで、そうですね、みんな繋がってる感じがするんですね、見る方からするとね。多分なんかしずこさんはそういうことも自然になんか絵画表現としてね、できてるんですね。でこれがね、私も実際のお庭ですか。はい、はい、実際の、に、あの団地の庭なんですけど、アジサイもしずこが植えて育てたアジサイ。はい、しずこはあの自分が育てた花を描くのが好きだったんですね。はい、だから出てくる花々は全部自分で種から植えて育てたり、人から苗をもらって育てたりした花を描いてるんです。でこれはそのお花に自分の育てた、これも自分が飼ってた鳥ちゃんたちが遊んでるっていうね、うん、でも本当は小鳥も外で遊びたいだろうと思って、その自分の希望を書いてるんです。で、ね、そういうものがね、作者の愛情を感じるし、このアジサイの花にしても鳥たちにしても、はい、なんか彼らも非常になんか喜んでるようなね、気持ちが見る人に伝わってきますね。シスコさんは自分の思い描く世界に変換して表すのがすごい得意な方なんだなって、うん、あ、嬉しい、ありがとうございます。わー、素敵。北方総合体育館前のコスモス畑、1996年に娘の和子が亡くなって、うん、でそこからシスコはあの絵が描けなくなってしまうんですね、うん、もうあのショックで寝込んでしまって、うん、秋になって健一がコスモス畑を見に行かないって誘ったんですね、うん、行ってみたらコスモスがたくさん咲いてて、保育園の子どもたちがたくさんいて、うん、コスモスとこう戯れてるんですね。でそれを見て感動して嬉しくなって、私もこういうのをもう一回描こうという感じになって、ようやく描いた第一作目なんです、はい、だからようやくその娘の死を乗り越えてはないけれども、乗り越えようとして描いた絵なんですね。縦横ね、そうなんです、関係ないんです、関係ないんです関係ないんですけど、それがむしろ自然にね、非常に何かそのこの場の雰囲気とかその気持ちも全部なんか伝わってくる、なんか非常にこれなんか素敵な絵ですよね。本当にその場でなんか描いてるっていうの気分が伝わる、ね、これは花水木、花水木、はい、で下がジャーマンアイリス、はい、で鳥は金鶏という鳥です。あの私が通ってた小学校で飼われてた金鶏なんです。でその、 あの小学校にあったその花水木の木と一緒に描いてるんですね。でジャーマンアイリスの方はシスコが庭で育てていたジャーマンアイリスなんですけど、だからここは自分の庭、うん、ここは小学校って組み合わせて描いてるんですね。でもそれも絵になることでね、はい、一体となって地上の楽園みたいな、そう、わかります、わかります、ね、そう、なんかもう見てる世界が美しいですね。なんかシスコさんの目になってみたら、いろんななんか植物とか動物とかも色鮮やかになんかキラキラして見えそうだなって絵を見てると、これ実際窓からの眺め実はそうなんです。奥は団地の外側がちょうど見えるんですけど、遠くを見るとあのゴルフの打ちっぱなしの練習場が見えるんです。遠くにあの雪みたいにボールがね、いっぱい、そう、ボールがね、なるほどそう、シスコはゴルフしたことないので、うん、想像で描いてるんですけど、こういう道具を持ってみんなね、やってきてやってるよっていう。わー、桜の通り抜けっていうのが大阪は有名なんですけど、そこを訪れた時の思い出を描いてるんです。こっちが、息子の健一で、こっちがシスコ、自画像ですね、うん、息子と一緒にいた、まあ、デートみたいな思い出ですかね。この人たちはまあ見学してる人ですか。そうですね、あの見物客ですね。見物客、うさぎが面白い造幣局にうさぎはいないんですけど、うん、楽しい気分になるとうさぎを描くんです。だからこのうさぎちゃんはあの楽しい気分を表してるんですね。はい、これだけ詰め込むことでその満開の様子もよく見えてくるしね、はい、
これ90歳の時に、はい、なんかお祝いでいろんなお花をいただいた。そうなんです、うん、はい、90歳の誕生日の時にお花を私の弟がプレゼントして、でこの花瓶は私がプレゼントしたんですけど、まあ、それをこうミックスさせて書いたんですね。でもうこの頃は認知症もかなり進行してて、この時はあの私の弟が100号に絵を描いてねって言ったんです。お願いしたんです。そしたらこれは大変だって言って一年放棄して立ち上がって書いたんです。100号って大きさって対策ですよ。あの、いろんなあの美術史上有名な画家がたくさんいますけど、90歳過ぎて100号の絵ってそうみんな書いてないですよ。そうですか。それだけでも大変なことなんですけど、これなんか自分自身を書いてるようになんかね。そうですね。じゃないですかね。はい、うん、そしてでこれがシスコの月、絶筆、これ月をなんか最後に3点ぐらい書いてる、はい、あ、そうなんです、ね、あのシスコの月のシリーズは3点ありまして、うん、でこの作品は一番綺麗っていうんですかね、もう勢いがあって潔い感じがします。実際これ最後って感覚で書いてる。おそらくそうだと思いますね、うん、最後に見て描いた作品は花がないんですね。本当ですね、うん、晩年になればなるほどシスコは月をたくさん描くようになってるんです。年を取って外に出られなくなったっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。うどうですか、シンコのトムシスコさんの一連のね、あの作品をご覧になって、どんな感想？いや、もうひたすらに一枚一枚から強い愛情を感じました。シスコさんの見てる世界、人間も動物も植物も同じ、なんか本当に平和を感じる絵が多いなって思ったのもすごい印象深かったですし、シスコさんの目になって見てみたらまたなんか違った世界が見えるんじゃないか、シスコさんになってみたいなって強く思わされました。で実はですね、もともとシスコさん日本の美術界の中で大きく知られるようになったのは、ね、本当に近年なんです。シスコパラダイスっていうタイトルで、実は2021年から2022年にかけて世田谷美術館、そして熊本市現代美術館、岐阜県美術館、滋賀県立美術館で巡回展があったんですね。これが実は大変に評判になって、いわゆるその美術史における位置づけとしてね、熊本シスコさんっていう方はその例えばアンリ・ルソーなど その素朴派であるとかね、あるいはその画家としてその全くの独学、いわゆる正規の美術教育を受けていないっていう、まあ、山下清なんかもそうなんですけど、そういう目で見るといわゆるアール・ブリュットっていうのは生の芸術っていうフランス語の意味なんですけれども、非常にそういうアール・ブリュットの画家としての評価っていうこともあるんですが、それ以上に本当にあの個性的なね、トムとシスコワールドではないかなと私は思ってるんですね。実はあの長井画廊では2015年にね、一度あの展覧会をやらせていただいています。前年2014年にあの京都のねギャラリーに宮脇で初めて私トムとシスコさんの作品をに接したんです。こういう画家いたんだって本当に驚きました。あの発見をしたんですね。そして今回あのそれ以来ね、ちょうどあのまた新しい、ね、本も出版されたということでね、こちらですね、トムとシスコ絵と絵と絵の人生という本の出版も兼ねて3月7日まで、そうですね、はいはい、長江画廊で展覧会を開催するんですよね。でちょうどあの昨年あのギャラリー宮脇でこれの出版の最初の展覧会をあの開催されています。でそれに引き続いていわば、まあ、東京での初お目見えということで、まあ、ちょうど生誕111年目という節目でですね、記念としてこの、本の出版記念として長井画廊で展覧会を開催すると。絵だけでなくもうシスコさんの人柄にものすごく惹かれたので楽しみで仕方ないです。ありがとうございます。なのでもうたくさんの方に直接足を運んでいただいて、もうシスコおばあちゃんの愛情をもう絵を通してもう皆さんに本当感じていただきたいなと心の底から思わせていただきました。そうですね、楽しみにしてます。ありがとうございます。前から知ってるよという方や初めて見るよという方、いろんな方にお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なんかジャッキーさんね、コレクションしたらいいかも。新しいんですよ、感覚がポップですよ。初期の良さをそれこそギュッと凝縮した絵だと思います。
先生の代表作1点から T シャツ、トートバッグ、これはですね、春まで購入することができるんですよね。そうですね、あの長井柄のホームページを通してもね、注文できます。それは春まで、オープンしてますので、ぜひ振るってご参加ください。お手元で私の作品を楽しんでいただけると嬉しんでぃです。今週のおすすめもこちらですね。これは遠本大志彦さんの、秋の夜という作品です。この作品はですね、実は書き始めた当初のシリーズと実は一点なんですね。秋の、夜の風景ですけれども、月があってススキがあって秋の植物ですよね。そしてここにスズムシとかあの虫たちがいる。この構成とかですね、この背景の空の青とこの黄色い月、そしてこのススキのこの色のコントラストですよね。これも非常にあのセンスがありますし、遠本さんの作品というのはもう全てがやっぱり自分にとって思いのあるものをモチーフにしているので、全てが実は主張してるんですね。あの虫たちも花々も月もですね、ススキも全て実は主張してるんですけど、それがいい形で絵として私たちは見ることができる。ですから本当に遠本さんの作品を見ていてですね、一つ一つ細部まで見ていくと非常に楽しめる。パッと 見たイメージの楽しみ方もできますし、個々のモチーフをですね、一つ一つ見る楽しみというのもあります。それらが全て総合された形で一つの作品になっている。まさにその後の遠本芸術のスタートを飾る作品の一点という評価もできますし、まさにこれ美術館級といっていい作品です、そういう作品が今回の画廊で展示をができる。そして実は販売もしますので、こういう美術館級の作品をですね、手元で楽しめる機会なかなかありませんので、これも今回の遠本大志彦展のメインの作品ということで皆様にご紹介させていただきました。